ゴ牧は、日本のレゲエシンガー、ダンサー、振付師、音楽プロデューサー、宮崎県在住の起業家である、リアルステッパーズプロダクション代表。日南市公認ふるさと PR アイドル、ボニート、ボニートプロデューサー。宮崎県宮崎市出身。愛知文教女子短期大学卒業。身長156センチメートル、血液型大型。多くの肩書。き。 資格を持つ。リアルステッパーズプロダクション代表、振付師、ボーカルトレーナー、アイドルプロデューサー、作詞作曲家、ズンバインストラクター、厚生省公認ヒップホップダンス基本技能指導士、幼児体育指導士、バーレスクダンス指導、親子リトミック講師、幼児キッズダンス講師、元幼稚園教諭、空手道初段、初道八段、アンクエアイタイダンス指導。 デザイナー、レゲエシンガーダンサー、マスターバシン。1973年7月19日に宮崎県宮崎市で900年続く高級神社の宮司をする祖父の家に生まれる。父は、河合エレクトン奏者、母は、河合ピアノ講師と幼稚園教諭の家で育った。二人姉妹の長女。小学校から高校まで、ピアノ、習字、空手を習い事をする。 高校からダンス、バンドを始めて、高校1年の時両親が離婚。経済的に苦しい中名古屋の愛知文教女子短期、大学幼児教育学会進学。朝、で働き、昼は学業、夜は小ダンサーとして出演。卒業時に幼稚園免許を取得した。1993年の時、東海道歌謡曲選手権で優勝。21歳で、 宮崎に帰省して、国富幼稚園の教諭をしながら30歳まで、地元宮崎のクラブショーダンサーとして活躍。24歳で、バイク事故で、右足開放骨折、医師から歩けなくなるかもしれないぐらいの重傷と、診断されたものの1年の車椅子生活、1年のリハビリを経て、ステージに復帰。1998年で、レゲエシンガーとして、プロデビュー。 シストレンレーベルより、コンペアルバム CD に参加。レゲエシンガープシーンに呼ばれて、東京ハーレムのステージに参加。プロダンサーとしても多くの野外フェスに参加した。28歳で、レゲエダンサーチーム、マスターバスーンを結成。レゲエダンスチーム、ワン &G、プロデュースの DVD に参加。自ら作詞作曲を担当。またレゲエシンガー。 マナミマキという二人ユニットとしても活動。スライロビーがプロデュースする、ファーストシングル、BANBAN1BAN を発売。2003年で結婚、出産を機に脱退。その後、二次の子宝に恵まれて、だいぶ、福岡に移住。ダンスから一時離れるが、ダンスを通じて人見知りだった子が人前で話し始め、 笑わなかった子がニコニコするのが嬉しかったのが理由で、再び福岡かす町にてダンススクールを始める。37歳の時に宮崎県宮崎市にダンススクールリアルステッパーズプロダクションを設立。41歳の時にちなんだブラツでダンススクールを始めた。日南市を選んだ理由は、祖母が日南市目ついでみという縁もあり、昔から おばあちゃん子だった郷牧は、祖母の喜ぶ顔を見たいと発揮。宮崎県ご当地アイドル、m k m ゼロのダンス講師を担当することを、皮切りに自らプロデュース業を始めた。2021年現在、ボニート、ボニート、マゴッチ、バーレスク、タニーブラザーズ、スーパー K の5組をプロデュース。宮崎市、日南市、アブラズ、帯の3拠点でレッスン。ヒップホップ、ジャズ、 ロック、レゲエ、バーレスク、ズンバ、ヨガを教えている。ありがとうございます。